ですね、今回登場したさらに美味しくなったジューシーなもも肉を使った商品でちょっとスパートをかけていこうかなと思っているところでございます。はい、ありがとうございます。これからもますます楽しみですね。ということで引き続き何か質問がある方がいましたら遠慮なく手を挙げてください。さあ、まだ皆さん、あ、お、この方でちょっと手が上がりました。それでは、はい、スタッフからマイクを受け取りください。かなりそのチキンで力を入れてらっしゃるということで、一番大きいのはもも肉に変わったっていうのは、やはり利用する方としても胸肉よりももっていうとやっぱり手を食べたいというふうな気持ちになりやすいですけれども、先ほどおっしゃったように形の問題ですとかその味付けの問題ですとか、やっぱり胸からももに変えることで苦労されたことで、もし具体的に教えていただければと思います。ご質問ありがとうございます。加熱に関して、胸からももに変えた時の、苦労した点ということでよろしいですかね。やはりもも肉の方がですね、肉自体の味が非常に濃いんですね。濃厚な、味があること、結構味わいが。